アビラのテレサ、アビラの聖テレサ、ラテン語表記、テレシア・アブヤレンシス、先例名、テレジアデセピラ・ワイア・フマダ、1515 15年3月28日から1582年10月4日は、スペインのローマ・カトリック教会の神秘家であり、修道院改革に尽力した人物である。カスティーリアのアビラ、マドリードの北西53マイルのところにあるで生まれた、カトリック教会、 聖公会、ルーテル教会で聖人。カトリック教会での祝日は10月15日。信仰上、イエスのテレジア、スペイン語表記。テレジアでジーゼスとしても知られる。ラテン語名、テレジアの名の聖女が、今一人存在するので、リジューのテレーズを小テレジアと呼び、彼女を大テレジアとも呼ぶ。アビラの聖テレサとの表記もある。彼女は、 他の聖者及び殉教者の例に漏れず、若い頃から父、セペダのアロンソ・サンチェス君爵、そしてとりわけ母のベアトリス・ダビライア・アウダによる教えを受けて、非常に信仰深く禁欲的な理想をしっかりと植え付けられていた。彼女の父の家系はおそらくユダヤ教からの回収者だった。テレサは聖者の生き様に魅了されていた。そして少女時代に何度か家出をし、 荒野の殉教地を探した。1534年のある朝、問題児の収容施設をこっそり抜け出して、彼女は、アビラにある、カルメル会の五匠女子修道院に入った。修道院では、彼女は、病気に苦しんだ。病気の初期には、彼女は信仰書、信仰入門書を読む中で、崇高な宗教的恍惚感を繰り返し経験した。その書は、とりわけ、 第三の書あるいはスピリチュアルアルファベート、1537年から1554年に六部に分け観光として広く知られているものである。中世の神秘家たちの同様の著作の例に並ぶ、この本は、神秘主義の術語では、回想和法、オラショレコレクシャニスもしくは、心情和法、オラショメンタリストとして知られる方法で自精神を試し、霊的事故への集中及び、 内面の受講を促す内容で構成されている。これに加えて、彼女は他の神秘的な国を思いった。それは例えば、アルカンタラのペテロのトラクテタスでオラチオネーメジタチオネや、おそらく、イグナチオデロヨラの霊味さをそのものではなく、それに習った多くの人々の霊を参考にしたようなものである。彼女は闘病中に、自分は回想という最も低い段階から、 平和への献身もしくは神との合一への献身という段階まで引き上げられ、それは完全なる高骨感の一つであると告白した。これは頻繁に鮮やかな涙の祝福を伴うものであった。ローマカトリックの道徳的な罪と許されうる罪との区別が彼女にはわかり始め、そして罪深い不正の非常に恐ろしい秘密と現在の先天な性質の問題に行き当たった。 このことにより、彼女は人間の生まれながらの完全な無力さを意識することが、神への絶対的服従の必要性につながるのだと考えた。彼女の超自然的な経験の中にある神聖ではない。サタンの要素について、様々な彼女の友人たちの側では、それが彼女を自分に課した最もひどい苦行かつ禁欲へと導く暗示であり、それは、 彼女の普段の禁欲主義を遥かに超越したものであると捉えていた。1556年頃その状態は彼女がフランシスコ・ボルハに国会を行い彼からそれを許されるまで続いた。1559年の聖ペトロの日に彼女はキリストは目には見えなくても肉体を持って彼女の前に厳然するのだと固く信じるようになった。 このビジョンは2年以上もの間ほとんどを途切れることなく続いた。また別のビジョンでは天使が彼女の心臓を繰り返し激しく槍で突き刺した。それは前例のない、いわば霊的体の痛みを引き起こした。このエピソードの記憶は彼女が生涯を通じて持っていたイエスの生命と忍耐との合一の情熱が発せられた大元であり、また彼女のイメージ上のモットー、主よ。 私を苦しめるか殺すかしてくださいとして、常に記されていた涙の中に集約される長い愛と苦悩の奮闘を終わらせようと決心する原動力となった。彼女が内部の原動力を外部への実際的な表現としようと考えたきっかけはアルカンタラのペテロである。1560年の初頭、彼は偶然創立者としての彼女と知り合った。そして、 彼女の精神的な指導者、カウンセラーとなった。彼女はその時、カルメル会女子修道院を創立し、彼女が築いた、五匠修道院、クロイスター・オブ・ザ・インカーネーションのだらしなさを改革しようと、決心した。クイマラでアランという金持ちの友人の女性が、資金を提供した。1562年に創立され、聖ヨセフと名付けられた新しい修道院の明らかな、 貧しさは、最初は、アビラの一般市民や、教会関係者たちの間でスキャンダルを沸騰させた。そして、チャペルのついた、その小さな修道院は弾圧の危機にさらされた。しかし、最低限の好条件の担保と幸運の影響を、受けただけでなく、有力な勲爵のような講演者たちが、それまでの敵意をこぼして支援する側に回った。1563年5月。 テレサが新しい修道院へと移転したとき、彼女は明らかな貧しさと豊かさの拒絶という最も重要な原則について教皇の指示を取り付けた。その原則を彼女は規約という形で明確にするようにしていった。彼女の計画は今までのより厳格な規律を復興し、新しい規則によって補足することだった。新しい規則とは例えば、 毎週の礼拝で指示される鞭打ちの儀式という三つの懲罰や全員靴を履かないか、あるいは靴を履く代わりに皮か木のサンダルを使用することなどである。最初の五年間は、テレサは宗教的陰遁生活を続け、著作活動に従事した。1567年、彼女はカルメル界の長、ルベオデ・ラベンナの特別な許しを得て、 彼女の指示で複数の新しい修道院を創立した。そしてこの努力を続ける中で、後に彼女はほとんどすべてのスペインの地方を訪問する長い旅を行った。これらの旅を続ける中で、彼女は創立の書を表した。1567年から1571年にかけて改革修道院がメディナデルカンポ、マラゴン、バリアドリド、トレド、パストラナ、 サラマンカ、アルバデトルメスに建てられた。彼女の精神を手本にして、十字架のヨハネによって、男子修道士に向けた、同様の運動が始められた。テレサのもう一人の友人、ヘロニモグレシアン、ジェロニモグリーション。彼は、アンダルシアで、カルメル海の旧来の修道規則の視察官、ローマ教皇庁の長官、そして後にはテレサによる、改革派の大司教を務めたわ、セゴビア。 ベガスでセグラ、セビリア、カラバカデラ、クルス、カーバーカデエルエクルス、ムルシア地方、1576年に修道院を創立するにあたって、彼女に強力な支援を行った。そしてその一方、徹底的な神秘主義者のヨハネは、教師、説教師としての権力によって、この運動の精神生活を普及させた。1576年、テレサやその友人たち、そして、 彼女たちの改革に対抗する旧来の保守的なカルメル会の修道士たちの側から一連の迫害が始まった。ピアチェンツァで行われた教座制度三次会の例会で採用された決議案の骨子に従ってカルメル会の会立決定者たちは新たに修道院を創立することを全面的に禁じたのである。修道会の総長は創立した修道院の一つで 自主的にイント遁ン生活を送るように彼女を追いやった。彼女はそれに従い、そしてトレドにある聖ヨセフの修道院で過ごす道を選んだ。彼女の友人と彼女に従っていた人々は、より規模の大きい裁判にかけられることになった。数年の後、ついに彼女の判決がスペイン語をフェリペ二世の書面によって通告され、彼女は安堵を得ることができた。結果として、 1579年、彼女や、グレシアンや、その他の人々に反対して起こされた、共裁判の前の出来事は、なかったことになった。そして、改革の慎重は少なくとも、消極的な意味で順序を変えることになった。教皇グレゴリウス十三世の簡潔な声明文は、戦則カルメル女子修道会の新しい主局に対して、特別な管区長を置くことを許可するものだった。また、 王からの直令により、改革のための4人の参考人からなる保護委員会が創設された。テレサの人生の最後の3年間の間、彼女はアンダルシア地方の北西部にあるビリャヌエバデラハラ、ビリャヌエバデエルエジャラ、1580年、バレンシア、1580年、ソリア、1581年、ブルゴストグラナダ、1582年に修道院を創立した。 全部で17人の女子修道院は一つを除いて彼女によって創立されたものだった。そして同じ数の男子修道院も彼女の20年間の改革活動のおかげで創立されたのだった。彼女の最後の病気はブルゴスからアルバデトルメスに旅する途中に突然起こった。あ、逸話的には 彼女は1582年の10月4日から10月15日の間の夜に亡くなったとされる。それは、スペイン及びカトリックの世界では、ユリウス歴からグレゴリオ歴に切り替えた時にあたっていた。彼女の没後40年が経って、彼女は劣勢された。教会では彼女を天使のような修道女として推計している。スペイン議会、コルテイスヘネロレスは、1814年に、 彼女をスペインの貢献者として称えた。そして、その大学はすでに学位と共に、教会博士の称号を授与していた。この称号は、ラテン語で表されているが、死後にローマ教皇庁から授与される、教会博士の称号とは異なる。こちらの称号については、1970年に授与された。彼女の著作における、神秘主義思想は、 続く何世紀もの間の多くの神学者たちの思想形成に大きな影響を与えた。例えば、フランシスコ・サレジオ、フェネロン、フェナローム、ポール・ロワイアリストたち、ポート・ロイリスッツである。テレサの全著作を通じての神秘思想の要点は、四つの段階を経る魂の向上である、自助伝、第五章二十二節、約中、この段階については諸説があり、必ずしも、 ここでの説明が全てではない。第1段階の瞑想、ハート、エス・ディボーションは、敬験な陳志目光あるいは集中力のことであり、魂を外部から撤退させて、ただひたすらに、キリストの愛に従い、忍耐することである。第2段階は、静寂、ディボーション・オブ・ピースであり、その段階においては少なくとも、人間の意志は失われ、神から与えられたカリスマ的、 超自然的な状態に基づいて、神の中にいる。その一方で、記憶、理性、想像力などの他の働きは、まだ現世の喧騒から守られてはいない。部分的な注意三万は、祈りの反復や霊的な事柄を書き記すような、外部に向けての行動ために起こる。しかし、その一方で次第に一種の静けさの状態が心を、占めるようになる。第三段階は、合一。 ディボション・オブ・ユニオンであり、これは超自然的なだけではなく、本質的に宗教的な意味での高骨状態、逆中、放悦である。この段階においては、神への信仰に理性までも没頭するので、ただ記憶と想像力だけが取り留めもなく広がっていくに、任せられる。この状態は、この上ない平和、最上ではないにしても、より、工事の魂の働きの、甘いまどろみ、 現実との接点を残した状態での神の愛への歓喜などとして描写される。第4段階は、甲骨あるいは歓喜、ディボション・オブ・エクスタシーを荒パッチャーという受動的な状態であり、ここでは体が存在するという感覚が消滅する、コリントンの信徒への手紙に12.2から3感覚の働きが消えるということは、つまり記憶や想像力までもが神にすっかり夢中になって、 しまう、あるいは、酔ったような状態になってしまうということである。体と精神は、甘美な激痛、幸せなく痛、恐ろしいまでに激しい輝きと、完全な無能、無意識との間の交代現象、そして、しワしの窒息状態の中に置かれる。そしてそれは、体が、文字通り中に浮く、甲骨の不要のような現象によって時々、中断される。 半時間ほどこうした現象が続いた後、数時間の気絶のような衰弱状態の中で反動の主観を味わう。この時、神との合一のすべての働きを否定する気分を伴う。ここから主体は自分の涙に気づく。つまりそれが神秘体験の絶頂、恍骨状態の喪失なのである。説教用に作成された彼女の著作は、 ローマカトリック教会の神秘主義文献の中で最も素晴らしいものの一つである。幾分小規模な作品として、愛の概念、コンセプトス・デル・アモールと、簡単、エクスクラマス・ヨネスの二つがある。さらに、342通の手紙と、その他の87の断片からなる、書簡集、カーツ・サラゴシサ、1671年がある。 テレサの三文的な文章には気取らない品の良さ、極度に修辞的な、小綺麗さ、うっとりさせるような表現の力がある。それは、彼女がスペイン語文学の書き手としても、非常に優れていたことをも示す。さらに、彼女が書いた数少ない歌の、全詩集、トタスラスプウェイジッシュ、マンスター、1854年は、彼女の優しい感情と、 リズミカルな思考を顕著にするものである。若い頃のテレサを描いた最も美しいものの一つは、1819年から1820年にかけてフランスの新古典派の画家、フランソ・ワジェラールによって描かれた聖テレサである。ベルニーには聖テレサに創造的感性を刺激され、有名な作品、聖テレサの放鬱を彫刻に表現した。聖テレサは、 ジョン・オスボーンの同名の歌にも登場する。彼女は、バージル・トムソン、バージル・トムソン作曲、ガートルード・シュタイン、ゼルトリュード・スタイン台本のオペラ、三幕の四人の、成人、ポー・セイン・ツインスリーアグッズの主人公でもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。